皆さん、無人島での生活に憧れたことはありませんか？このゲームはそんなあなたの夢を叶えてくれるゲームです。皆さんこんにちは、松葉木です。今回は無人島サバイバルストランデッドディープやっていきたいと思います。無人島でのサバイバルって皆さん憧れませんか？そうでもないですかね。僕はロビンソン・クルーソーとかトム・ハンクスのキャスターウェイとか映画を見て育ったので興味はあるんですけど、実際やったら一コロなので、このゲームを通してね、疑似的に体験していきたいなと思います。それでは無人島サバイバルやっていきましょう。さあ、今回の主役がこのいかにもサバイバルとは無縁そうなビジネスマン風の男性なんですが、この男性に人類の代表としてね、無人島で戦ってもらいましょう。それでは早速やっていきます。飛行機の中からのスタートですね。皆さん、飛行機プラスサバイバルゲームは墜落当然墜落してもらわないとね、ゲームが始まらないので、ちょっと過酷な試練を早速受けてもらいましょう。あー、墜落する。キャーロ、なんか飛んできそう。危ないっすね。うえなんかヒット音がしたんですけど。オッケー、やっていきましょう。さあ、大事故ですね。とんでもない事故に巻き込まれました。で、生存者を確認することはできません。火災が発生しております。救命ボートに近づいて画面が切り替わると、 Day1、 1日目が始まります。おう、皆さんおはようございます。あの大事故の末なんとか生き延びたみたいですね。この救命ボートに乗って無人島に漂流しておりますね。あー、島がちらほら見えております。一つだけ島があそこにあるので。あ、サメもいますね。早速サメがお出迎えをしてくれてます。さあ、上陸しましょうか。おっと、サメの攻撃、何か下からつつかれましたね。早く陸に上がりましょう。海の上に長居するのは良くない。さあ、ここが今回の舞台、南の島ですね。難破船もちらほら見受けられるような島なんですが、それなりの物資は確保できそうですね。上陸します。パドルを戻して、で、右クリックを押してやるとこんな感じで、物を引っ張ることができるので、ちょっと陸に上げときましょうか。一応アンカーも下ろすことができるんですけど、ここで、サメがいるのであんまし沖の方には止めたくないので、一旦引き上げて、早速探索していきましょうか。無人島、カニがいました。これはいい食料になりますね。後でしっかりいただきましょう。まずは枝や木、この石ですね、こういうの集めたいですね。布もあります。まずこういった石を拾って、石のこの石の刃物ですかね、これを作って、この植物が繊維になるので、この繊維を回収していきたいですね。繊維を4つ集めることでロープが作れるので、そのロープが、結構必要になってきます。僕もこのゲーム、序盤だけちょろっとだけやったので、操作とかは、大体分かってるので、今回まあ1回目ということで1日目なので、どんな感じで進めていくゲームなのかっていうのを紹介していきながらやっていけたらなと思ってます。さあ、繊維4つ取れたので紐を作ります。で、紐を作ったら、あと木の棒があればナイフを作れるのかな。ちょっとナイフ作りたいですね。皆さんは無人島にもし行くことがあるとしたら何を持っていきますか？1個だけ持っていけれると言ったら、僕はですね、ナイフをチョイスします。
ナイフをやっぱりこう持って行ってたら安心感があるのでまあ行くことはないと思うんですけど、こんな境遇にね巻き込まれることはないとは思うんですが、さあナイフを作っていく。ナイフが完成しました。 OK、 レベルアップ、ハーベスティング、収穫のレベルが上がりましたね。で、このゲームはですね、ここでバイタルを見れるんですが、一番上がヒットポイントで、上乾きで、 SPF っていうのが直射日光に当たりすぎるとどんどん下がっていくゲージで、日焼けゲージって言ったらいいんですかね。下がるといいことがないので、あんまりにも下がると海の中に入るか日陰で作業するような形で対処していくっていう形です。あと、ここにゲージがあるんですが、これは全部レベルのゲージで、今収穫とクラフトがもうすぐレベルが上がるからっていう形で、それぞれクッキングとか、まあ、ハンティングとかレベルが分かれてて、そのね、作れる内容とかも変わってくるので、いろんなことをしてレベルを上げていくのがいいっていう感じのゲームです。このユッカツリーからも繊維が、6枚かな、6個取れるので、しっかり回収していきます。まずは資材集めですね。ここで、まず無人島なので今日一日の間にしたいことっていうのは、シェルターを作って火を起こして、で、食べ物を確保して、で、水をね、供給できるようなシステムを作っていきたいなと思います。さあシェルター作り。さあ島ちょっとぐるっと回ったんですが、難破船が2隻沈んでる形で、物資もそれなりにあるので、ここに立てていきたいですね。よし、じゃあ斧作りましょうか。木を切りたいので斧を作っていきます。斧ができたので、シェルターの素材に必要なこのヤシの葉を手に入れましょう。切り倒していく。なかなか木切るのが長いんですよね、時間がかかるというか。こんな感じなんですが、で、木も当然右クリックでこうやって、かなり太い木なんですけど、一人で引っ張ってくることができるので、ちょっと手前に出して切断していきます。 OK OK、 ヤシの葉を回収して、シェルターを作っていきます。さあどこに置きましょうかね。あっちに島が見えてるので、分かりやすく島の方に向けてシェルターを立てていきます。 OK かな。で、焚き火をセットして、このキンドリングっていうのがあるんですけど、これで火を起こすことができるので、右と左の、マウスをね、こうクリック両方向してやると火を起こすことができます。プロ級の速さ。 OK、 よし、じゃあ、火が起こしシェルターができたので、セーブしときましょうかね。セーブして、引き続き、資材集めいきます。あ、クールダウンが必要ということで、SPF っていうゲージが今空になってるので、どんどん水分が減っていってます。これは良くないので、水の中に入りたいですね。入りたいんですが、ちょっと槍を作りました。どうせ水の中に入るんだったら魚を取りたいんですが、果たしてこの槍で魚を取ることはできるのでしょうか。無理ですね。やっぱり魚を取る専用の槍じゃないと魚は取れないみたいです。ナイフは、ナイフだったらいけるとか。無理ですね。やばい、酸素が。オッケーオッケーオッケー。毒持ってるやろ、赤いは。よくないよくない。エイがいるんですけど、これ毒ありますよね、きっと。ちょっと危ないので。いや、魚を取るための、槍が必要みたいですね。さあ SPF ゲージが多少回復したので、作業しましょうか。日陰で水を確保できるやつがあるんですが、これですね、ウォータースティル。これに必要な素材を集めていきます。ロープと、ヤシの葉とココナッツのフラスコなので、ヤシの葉
個でゲットして、でココナッツが欲しいので、あのココナッツ取りましょうか。このゲームは木に登ることができるので、スペース長押しで木に登ってココナッツを回収する。で、日陰に行って紐を作っていく。でココナッツのフラスコを作ったら、水を供給できるシステムが設置できるので、ここら辺にでも置きましょうかね。ここに、水を設置していく。この中にヤシの葉を入れると水を作ってくれるので、これ切り倒しますか。斧に持ち替えてヤシの木を切っていく。 OK ですね。で、作業しやすいところに引っ張り出してきて、ここで解体していくと。 OK、 レベルアップ。さあ葉っぱもきれいに刈り取って、これを葉っぱを装備した状態でいい長押ししてやると、葉っぱを入れてやることができるので、これで、勝手に水が溜まってくれます。あ、そしてですね、魚を取る槍が作れるようになったので、この槍を作っていきましょう。できました。これが魚取る槍なので、早速魚を取りに行きましょうか。そろそろね、太陽の方が落ちてきてるので、一匹ね、いい具合の魚を手に入れたいですね。さあ、初の狩りです。うわ、サメサメサメ！あかんやろ、絶対。サメはまずいんで、あ、これとか。ちっちゃいか。もうちょっとなんか、いやあ！食われた食われた！ちょ、待って。やべ、体力は。大丈夫そうですね。ちょっと威嚇されたぐらいでガッツリとは食らってないみたいなので。いや、かなり浅瀬にまでサメが近づいてきてますね。大丈夫かな。この辺はまだ浅い。この奥ですかね。ここら辺りでちょっと一匹魚取りたいですね。あ、あれは？うん、そんなに大きくない。あんまり大きくなくてもいいか。一匹だけ取りましょうかね。ちょっとあんまり深いとこ行くとやばそうなので、これ行こうか。なや。むずい。あ、これ行こう、これ行こう。これ行こう。オッケー！ゲット！よいしょ。さあ、魚一匹ゲットしたので、あんまり欲をかかずにね、今日一日の食料はゲットできたと思うので、焼きましょう。さあ、ここに帰ってきて、まず、魚を、ちっちゃいですね。2匹取ったのか。まあ、魚さばいていきます。ディスカスティングとかって言ってるんですけど、美味しそうな食材にしか見えないですけどね。で、肉を装備して長押ししてやると、ここで肉を焼くことができるので、このままちょっと焼けるのを待ちましょう。で、水の方も今こんな感じで溜まってきてるので、水も回収して、で、葉っぱを仕込んでおくと。さあ、日が暮れてきましたね。月が昇ってきました。1日目の夜です。まあ、シェルターも火も起こせて水も確保できているので、今日1日目でやるべきことっていうのは十分にできたんじゃないでしょうか。さあ、夜の間にもいろいろね、資材探し集めたいですね。さあ、ちょっとここ覗いていきましょうか。ナンパ船があるんですが、何かありますかね。箱がありました。お、懐中電灯ありますね。懐中電灯と、タンクと革が入ってたので、懐中電灯はこんな感じで、ライトをつけることができます。でさらにこのライトはバッテリーとかっていう概念がないので一生ついてます。
これありがたいですね。オッケー。それでは荷物を集めてきたので、ここら辺にでもちょっと置いていきましょうか。この葉っぱ、この、ピピっていうこの植物は毒消しとか作るのに必要になってくるので、この中に保管しておきます。 OK ですね。ちょっと探索しましょう。ココナッツ、ココナッツ回収。さあ、この辺りの木切り倒しますか。木集めましょう。集めてきたものはこの辺りに全部置いておきます。さあ、じゃあ何が作れるんでしょうか。見ていきましょう。これとかいいんじゃないですか。スモーカー、食べ物をスモークするやつがあるんですが、布がいりますね。布って持ってないよな。ちょっと布とか探しに行きましょうか。石、この浜辺沿いにあるアイテムを回収していきます。石か、布が欲しいんですけどね。こういうとこにね、布が落ちてたりするんですけど、スクラップと木のね、廃材とかが漂流してるんですが、肝心の布がないですね。あのナンパ船探索しに行きましょう。さあ、ここから乗って、見ていくと、これ登りたいですけどね。登れないんですか、これ。ここから取れるんか。何が入ってるんでしょうか。あー、ロープと、あんまりいいものは入ってないですけど、この箱自体が役に立つので、これ回収します。で、この中にはフィルターが入ってました。 OK、 箱回収して戻りましょう。あんまりいいものが入ってないですね。布が欲しいんですけど、布ないな。島に行かないといけないですね。これは朝日が昇る前ぐらいに、あそこの島に出発できるように準備していきましょうかね。肉も焼けたので回収する。で、食べていくと。オッケー。肉ゲージも回復しているので、水を摂取して、ボートを持ってくると。こんなね、ガタガタしたとこを引っ張ってたら穴開くと思うんですけどね。ああ、頼むで。ちょっとひっくり返そう。オッケー。ちょっと持ち直して、オッケー、ここに準備してすぐ行けるようにしとこうか。こんな感じで。よし、ただいまの時刻が、深夜12時を回ったところですね。さあ、準備が整ったので、夜明けの前に正面にある島に向かって出発します。船を出そう。行くぞ、新天地へ。まあ、ここ帰ってくるんですけどね。ここには帰ってくるんですが、ちょっと探索しに行きます。OK。で、パドルを持って、あの島へ行きましょう。さあ、何もね、起こらないことを祈ります。サメの襲撃。で、嵐、いろんなケースが考えられるので、慎重にね。で、明日はあそこの島を漁って、資材をね、回収して、ここの島に戻ってきて、拠点作りをしていこうかなと考えてます。さあ、夜間の出発にはなったんですが、昼間に出発すると、ひたすらに太陽光を受け続けるので、太陽光の出てない夜の間に、あの島へという作戦なんですが、何事もなく島に上陸できるでしょうか。